死後生存は心霊研究などで用いられる用語であり、人間は肉体が滅んだ後も何らかの形で人格を保ち続けるという思想を言う。死後存続とも言う。ヤチェク・マルチェフスキ作、スミレツ1902年に一般には人間の人格の土台である霊魂が肉体崩壊後も存在し続けるという理論をとっている。 輪廻転生のように死者の魂が再び少女となって生まれ変わるとする思想のほか、死後はそのまま霊となって存在し続けるとする考えもある。この他に霊の概念を伴わなくとも人間の思考が残留思念として残ったり、その人間の記録がアカシックレコードに残されるといった考えも死後生存に近いものと見られている。死後生存の思想の歴史は古く、 古代エジプト時代にはすでに死後の世界の概念が成立していたことをはじめ、死者が何らかの方法で少女にメッセージを送るという現象は世界各地で報告されてきた。1848年のハイズビル事件以来、欧米では高齢化が流行し、霊媒が霊と直接談話できることが死後生存の根拠とされた。 当時の知識人たちもこれに興味を示し、多くの心霊研究家が研究へ乗り出した。1882年にイギリスで設立された心霊現象研究協会をはじめとし、死後生存を科学的に検証しようとする試みも行われてきた。しかし19世紀末から20世紀初頭にかけて、ほとんどの霊媒がトリックを見破られてしまい、21世紀以降は、 高齢界そのものの数が減少しているのが現状である。前述の心霊現象研究協会でもある程度の研究結果は得られたものの、批判者を納得させるまでの結果には至っていない。また、霊媒が霊から情報を得ていたとする現象をテレパシーやサイコメトリーなどで説明するなど、死後生存にまつわる現象超能力によって、 説明できるとする超 ESP 仮説が登場し、これが強力な対抗仮説となったことで、死後生存の証明は極めて難しいとする意見もある。ケンブリッジ大学の数学者、ロジャー・ペンローズとアリゾナ大学のスチュワート・ハメロフは、意識は何らかの量子過程から生じてくると推測している。ペンローズらのオーケストラ・オール理論によれば、意識はニューロンを単位として生じてくるのではなく、 微小感と呼ばれる量子過程が起こりやすい構造から生じる。この理論に対しては、現在では、会議的に考えられているが、生物学上の様々な現象が量子論を応用することで、説明可能な点から少しずつ立証されていて20年前から唱えられてきた、この説を根本的に否定できた人はいないとハメロフは主張している。 臨死体験の関連性について以下のように推測している。脳で生まれる意識は宇宙世界で生まれる素粒子より小さい物質であり重力、空間、時間に問われない性質を持つため通常は脳に収まっているが体験者の心臓が止まると意識は脳から出て拡散する。そこで体験者が蘇生した場合は意識は脳に戻り体験者が蘇生しなければ 意識情報は宇宙にあり続けるあるいは別の生命体と結びついて生まれ変わるのかもしれない。と述べている。転生を扱った学術的研究の代表的な例としては、超心理学研究者、精神科教授のヤン・スティーブンソンによる調査がある。スティーブンソンは1961年にインドでフィールドワークを行い、いくつかの事例を信頼性の高いものであると判断し、 前世の記憶が研究テーマたり得ることを確信した。多くは2から4歳で前世について語り始め、5から7歳くらいになると話をしなくなるという。日本の前世ブームの前世少女のような思春期の事例や、シャーリー・マクレームのような大人の事例は、成長過程で得た情報を無意識に物語として再構築している可能性を鑑みて重視せず、2から8歳を対象とした。 前世を記憶する子供たちでは子供の12の典型例を考察している。竹倉詩人はスティーブンソンの立場は科学者としての客観的なもので方法論も学術的であり、1966年の生まれ変わりを思わせる20の事例はいくつかの権威ある医学専門誌からも好意的に迎えられたと説明している。赤坂博士優は スティーブンソンは生まれ変わり信仰に肯定的であり、むしろ一連の前世研究は、前世や生まれ変わりが事実であることを証明しようという必要な意志によって支えられているかのように見えると述べている。スティーブンソンの前世研究は、世界的発明家、チェスター・カールソンがパトロンとして支え、子供たちが語る前世の記憶の真偽を客観的、 実証的に研究するザ・ディビジョン・オブ・パーセプチュアル・スタディーズ・ d o p s がバージニア大学医学部に創設された。死後100万ドルの遺産がスティーブンソンが属するバージニア大学に寄付され、現在も DOPS で全生研究が続けられ、2600兆の事例が収集されている。DOPS の調査データを分析した中部大学教授、 バージニア大学客員教授のダイモン・マサユキによると、収集された事例のうち、前世に該当すると思われる人物が見つかったのは72.9%、前世で非合の死を遂げたとされるものは67.4%で、ある。会議主義者の団体サイコップの創設メンバーである、カール・セーガンは、生まれ変わりは信じないが、真面目に調べてみるだけの価値があると評した。ありがとうございます。